はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は前回のガチャで手に入れた、最終兵器虹谷と、あとはルミナちゃんを入れてやっていきたいと思います。ルミナちゃんは PSR プラス3になってます。まあ、とりあえず PSR だけくっつけた感じかな。他の SR とか PR とかは残しつつなんで、まあ上げられるとすればまだ多分4とかは上げられるけど、5がどうかなっていう感じなんで3で置いてます。で、まず虹谷なんですけども、あの覚醒させてないんで球速はプラス1だけです。で、全財入れてるのは単純に桜吹雪が欲しいなっていうだけなので、金徳を見てみると虹谷はスターター取るでしょ。でマリナちゃんは、まあ、必殺火消し人がスターターと勝ち合っちゃうんで、いるかって言われたらいらないんですけど、フローターパールじゃなくて今回は桜吹雪取りたいんで、まあ必殺火消し人とマインドブレーカーを狙っていきます。でルミナちゃんはカモフラージュ復活で、前在は桜吹雪なんで強心臓取って、新海ちゃんは不屈の魂街道で、ラミーちゃんをお借りしてます。みなぎる活力と、まあ、ジャストフィットかなというところです。バウンサー1枚っていうのがなんかちょっと不安ではあるんですけれども、あのこれ2枚いるかなって、レンジャー2枚がどうかなって思ったんですけど、まあとりあえずせっかく手に入れたんで2人入れてやっていきます。あ、そう、前にあと4だったかな。だからイベント的にもちょっとどうだろう、重い気がするけど、さて最初の寄港先はどこへ行けばいいんだ。しらす、しらすでいいか。しらす行こう。しらす行ってエジプト行こう。その後技術多分意識しないといけないと思うんだよね。虹谷イベントが増えてるからね、回数が。どうなんだろう。全財鈴木、あ、ここ2人挙げられるのか。ポイント的には少ないけど2人挙げられるのはでかいけどな。監督とかもいるし、ちょっとこっちにしよう。シラスもね、ちょっと野手の方でやっていきたいとは思います。ちょっとシラスの投手が俺苦手で、やるんだったらちょっと投手だったらフリートの方がいいかなっていう感じなんですよね。てか体力がなさすぎる。245、ラミーがいるな。325、ちょっと待って、もう1個使っちゃおう。これで、ここはちょっとラミーちゃんの評価とマリナちゃんの評価を上げていこう。ルミナちゃん、ルミナちゃんって どういう存在なの。登場した時とか全然やってなかったかな。これもう一回やろう。ちょっと待って、出航で、あー、エジプトがこっちか。花丸行くか。じゃあ諦めて、ちょっと3色だからこれでつけるでしょ。でマグロもこれでたまるから、え、どうしよう、ちょっとやめとこう。前在の自己紹介ようやくか。我慢挑戦、これはちょっとコツを回収しよう。球速安定で花丸行って、花丸行ってアスレテスに行こう。でランニーちゃんが出てくれるとな、いいんだけどな、こういうとこで。で400、400だから結構いいでしょう。ほらほらほら、上げてくれるよ。教えてくれ、頼む。失敗する恐れがあるから結構失敗するんだよね。まあだからフローターファールにして前回はちょっと別のやつにすればもう少しいい感じにはなるかもしれないけど、筋力が全然足りてねえな。ちょっと覚えられるものは覚えていこう。カチュン、敏将がないからな。
全然取れねえわ。ちょっと出航状況を、あ、とか見てもしょうがないのか、まだ海賊がいるわけじゃないんで。じゃあこれはもうポンっていこう。でこっち何持ってんの。警戒解除、ダイバーに必要なもん、それはわからん。でこっち、スタミナレッドがいるね。虹谷がいるか、まあ、こっちだな。全体のレッド、ちょっと練習回数はまあ増やしてはおきたい。お姉ちゃんの教え、え、何がいい、ピッチング教えてくれ。警戒解除か。お、スタミナ、お、いっぱいいるじゃん。なんだ緩急か今。2回目、マリナちゃんあれか、前指だから早いな、どんどん進んでいくわ。でどうなんだ、赤って今は何個溜まってる。それなりに溜まってるから大丈夫な気はするんだけどな。ここはここで行きたいけど、ちょっと3色はありだな。ここら辺の判断がね、わかんないのよ。必死に運び込もう。これ2回目手応えが、一応手応えは感じてんだな。で、逃走行って、あー、メカニクス行ってエジプトもありかもしんないけど、アスリテイスか。なんかめちゃくちゃ悩むな。アスリテイスに行こう。売却。え、何が超える？精神か。タイピンじゃ覚えよう。緩急、根性、臨床が相変わらずないな。警戒解除とか4になってるし。え、まだダメ。ちょっと変化球覚えますか。高速サイダー、これでどう。え、なんなんマジで。いや、どう考えても精神だよね。はいはい、多くない人も。じゃあこれで OK。 そんなに上がる。で、技術もすげえな。おお、いいじゃんいいじゃん。最終兵器、これなんだ、どっちがいいんだ。不眠症になってしまったマジか。あ、これで敏捷稼げる。筋力もめちゃくちゃ稼げるし。原点、これもちょっとさすがに回復。神髄、これ飲まない。飲むの結構危険だからな。あー、いいね。筋力ばっかりやったら溜まってんな。まあ、ここはもうちょっとそういう高校として割り切るか。いや、マジで210。虹谷がまだ行って、もうちょっと待って待って、行ってないし。名教が7、あー、暁、円卓、逃走に行くか。じゃあちょっとなんかあんまいいのはないな。おお、すごいじゃん、ラミーちゃんいるし。ラミーちゃん全く上がってないかな。ちょっと一回さばこう。全然ないけど、まあまあまあいいでしょう。はい、ラブパワー、おー、ラブパワーが出てくんなかったから体力が下がってしまった。これはちょっとやめておく。で、もうあれだよ、臨床ポイントあるからさばけるよ。休息安定、マインドブレイカー、手応え、火消しはまだ骸骨があるから警戒解除1で、もうさっさと行くか。経験点手に入ん、経験点が手に入んねえやんけ、思ったらこのままだと。変化球、ルミナちゃんもまだか。ちょっとやっとこう。せめて何かは欲しい。ちょうど体力めちゃくちゃ下がったし、
違う違う、円卓に行くって言ってたんだ。円卓に行って、おお、ナミちゃんありがとう。クイックやったぜ。あ、これさ、ちょっと待って、元気になるの？元気になれ。元気にならなかった。やぶ医者だマジで。くそ、ランスロットとアーサーか。美味しいな。ここ二人いる、ルミナちゃん。まあどっちかだな。ルミナはもう虹谷も結構まだなのか。それを考えるのであればちょっと評価上げだな。東大躍動でスタミナでアーサーがコントロールが来てほしいな。打たれ強さ、お手伝い、ちょっともう何が手に入るんだかこの辺よく分かんない。頑張ろう。東大躍動、全財モード、いや虹谷評価が低いぞ。なぜだ。技術大丈夫か、足りてる。お、変化球来てる。900、アーサー、ルミナ、ランスロット、いいじゃないか、これはやるべきでしょう。出航状態は逃走1か、しまったな。まあいいや、初詣ってモテたい。ラミもう評価大丈夫じゃない。ラミちゃんダメ。あ、変化球まだいけんな。てか虹谷なんでこんな評価少ないの。対左クイック3か、まあ、3でいいでしょう。で逃げ球取ったから本塁打。いや技術が全然足りてない気がするなこれ。でカーブ系だからフォーク覚えよう。いや技術足らん。何が来たっけ、変化球、技術109か。出航は逃走いけないしな。そしてしらすもいけねえしな。しらす美味しいな。8やるか。これでしらすへ行こう。黄色い1000円、俺はモテモテになりたいんだ。さっきモテモテになれなかったかんな。モテモテになった。やった、体力下がった。できてる。強いとこ変化球500か、まあ、稼ぎ頭ではあったけど、ちょっと知らせに行く。ここはてかマジで治ってほしいんだけど。不眠症なんだ。これで変化球ポイントだいぶ溜まったけどさ、くの市これ頼み続けて結構なんか一番上とか調子極端とかになった気がするんだけど、否定しメンタルか。まあまあまあ、ここは178か。てか虹谷何なのマジで。すげえ評価低いんだけど、なぜ。左キラー、どうしよう、まあやめておこう。とりあえず下がった。またメンタル。ちょっとさ、変化球に来てほしいんですけど、変化球か球速、ここ金がないから一回やろう。ひで、よし、キラーも大丈夫でしょ、取って。でこれは励まして、体力はあんまり減らないか。てか西谷そもそもイベントが来てなかったからあんまり評価高くないのか。いや無理無理無理、技術足んねえ、全然足んねえわ。ちょっとスクリュー覚えたいけど、いや技術不足すぎでしょ。どない接中の出航見て、いやさすがに天空中央は行かないからエジプトに行こう。エジプトに行くための
金を回収する。ポンコツだ、やったぜ。よし、封印書治ったからのバレンタイン、ありがとうございます。いや、これはもうここでしょう。てか溢れそうだな、いろいろと、いろいろと溢れるけどさ、無理なんだよ。だからもうスタミナ上げとこう。スタミナ上げきっちゃおうか。で、これやるでしょ。技術精神必死に運ぼう。どうだ、桜吹雪。え、ちょっと待って待って、桜吹雪手に入れて、その後エジプトに行けばいいから、まあもう行っていいか。正直出航しよう。超えるね。何が超える？精神が超えるか。桜吹雪あげたいな。はいはいはい。ちょっと待って、拡張、じゃあ変化球ポイントがなさすぎる。これでどうでしょうか。ルミナちゃん、コントロール、ちょっと待って待って、どんくらい入った？結構入ったな。さあさあさあ、特になんもないよ。ヌービス、またこれを見て混合か。あ、混合いいな。混合に行こう。そのためにちょっと一回やって、これ9はだいぶ必要だよね。あ、運んどけよかった。しまったな。これは恋バナ。俺彼女になってる、そもそも。ヌービス、あ、溢れた。ちょっと待って、筋力溢れたわ。てか精神も溢れるぞこれ。コンコツ、どうさばくのって言ったら、だってもうこれでさばくしかなくない。やたら変化球ポイントが足んねえな。両方使うのか、拡張能力は変化球を、集客力もあれも。さて、じゃあ、180、特にやることがない。デートできないよね。そうだよね。ラミーどうした？来てくれ。私は諦めない。来た。契約をしましょう。でいけないよね、多分混合には。いや無理だな、形的に無理なのか。え、じゃあもうさっさと見切りをつけた方がいいな、これ。じゃあ A ビル行って、アステルテース、アステルテースでも、いや虹谷がいないから、ちょっと天空中央もな、無理だな。波動に行くか。波動に頼ろう。I 型だから金徳が取りやすいっちゃ取りやすい。これストレートにして希望のスターターを手に入れる。で、おお、すごいね。やるか。てか精神がまた溢れんなの。精神精神いってるかな、2人強さも。左キラーも取るか。キレ、打球反応結構高いね、これ。一応取っとこう。で、尻上がり、ジャイロ、クロスキャノン、要所、緊急登板。あ、なんかここら辺もうガクガク取ってこう。火消し、変化球対抗心、原点はなんか、精神開発させるか。効率は良くないんだけどね。ちょっともう投入するしかない。余っちゃってる。街道とか来てくれればな、いいんだけどな。なるべく虹になるやつがいいな。
あ、精密機械。あれ、精密機械いたよね。確か。いなかったっけ。忘れた。ほんわかちゃんの方だったっけ、精密機械って。ほんわかちゃんも結構入れてるからさ。それと、そうしちゃうんだよね。来るね、来るね。変化球来るね。変化球ばっかり来てもちょっとあれなんですけど、こいつはアホすぎるからな。いや来るね。ちょっと待って、波動に行くためには特に何も必要ないから、とりあえず稼ぐか。稼ぎだけ稼ぐだけ稼ごう。変化球ポイント、変化球ポイントそんなんいるかな。もうちょっといいや。投資で、ちょっと見よう。いやもういいわ、行くか。波動に、我が波動へ。なんもない。これでくっつか。筋力もめちゃくちゃ余ってる。やっぱ技術が全然足らんわ。よりによって技術来てねえし。まあまあ一番技術が稼げるかな。こうよ。なんか知んないけどよくわかんないけど掴んだわっていう。全くないな。金払って、あ、1個も溜まってねえわ。ちょっともう拡張しまくるしかなくね。格がめちゃくちゃ高くなる。ちょっと1回デートするか。自動デートも進んでねえし。これはその気になってきた。で練習試合先発、もう大丈夫、先発だったらもういいや。評価足んないときはねリリーフにするけど。勝手に進んでくれれば監督評価上がるし大丈夫です。さあ来た、コントロール。まあまあまあありがたい、金払うし。あとはもうここでひたすら積んでいこう。ない、一応じゃあ金払う。で回復、これ勝手に。おお、いいね、体力回復してるし。どうする、やる。めちゃくちゃ進むな。いや俺はもうここで骨を埋める。525いける。よしよし、だいぶ稼いだぞ。波動いいな。今更だけど。あ、来てる来てる来てる、波動来てるな。来てますよ波動が。で桜吹雪 OK。 あとどれだっけ。よし777でいいでしょう。あとちょっと角とかなんかそういうのに使っていこう。筋力あるから通信部も覚えるか。てかそもそもさ171キロになってなくない。で最後帰ります。鉄腕一応取れた。よし、精神ちょうど足りてなかったかな。ありがたい。なんか最後波動に助けられたな。てか自動デートどうなってる、マジで。これで171、ちょっと上げきって、すげえ124も上がんの。めちゃくちゃ減ったんだけど経験点が。ちょっと待って、 S3 になってるけどさ、ここまで上げる、121まで上げるか。100も使うの。100だよ、だってあの骨後で100だよ。そ
そんな使うか、ラビちゃん。あとはひたすらデートやもん。これって選択肢だっけ？違った。ちょっと試合はもうサクッといきます。はい、 OK です。あ、呼び出しかかった。これ上でいいんだっけ？ジャストフィット。コツガンナ。ここはね、もう終わっちゃうと特にっていう感じだからな。あと1回か。最後にデートするか。うわ、遊ぶたちだよ。ちょっと待って。で、休息。はい。で、お出かけしてデートして、回復して、経験点稼いで。最大値が全開。少し見るか。変化球ポイントそんなないな、もう。伸び。これ全取りできるか。なんかそもそも復活、鉄腕、ジャストフィット、結構重いな。全開、原点、カモフラ、スターター。スターター取ってなかったか。ここも特に何事もなく。さてさてさて、ちょっとでも経験点を稼いでいきましょう。めちゃくちゃ回ってきたんだけど、出番が2点普通に取られた。お、変化球。まあこっちかな。敏捷ポイントもくれんだ。あとはもうちょっと稼いだもので最後調整していく感じでいいよね。黒金は早かったな。すぐ終わった。こうなってくれると本当助かるんだけどな。メンタル、全財、どっちがいい？こっちにしよう。28、14、14か。敏捷28もくれんだ。ってことは58か。結構余ってんな。で、さすがに変化球はもう無理だから、かといって集客力を上げるだけ余裕があるわけでもないしな。まあいいや、これでいこう。お待たせいたしました。フリート、追加点は与えたくないところ。桜吹雪やばいよ。ランナー2塁という場面で球速と変化量が。フォークボール見送ってストライク。これで追い込みました。次が4球目。めちゃくちゃ曲がるし、めちゃくちゃ速いし、ゲーライナーやったライト前クリーンヒット。ノーアウト、めちゃくちゃ打たれるとなりまして、初球を打ったアウト。フリーとなおもピンチが続きます。1球目ストライクから落とした空振り。さあ、低めのボール球を振らせました。見よ、アウトコース低めいっぱい。このビタビタの桜吹雪、1点取られてるし。フリーとなぜ、ここは踏ん張りどころ。ツーアウトランナー打ちました。ボテボテの当たりはファーストゴロ。お、2点取ったけど、フリーと同点のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面。こいつピッチャーのくせにめちゃくちゃ能力高いんだけど。ナイスバッティングです。フリーとなおもピンチが続きます。完全に外れた、まあ、そういう高校だからか。投げました。3球目ストライク、投げました。オッケー、フリーと終わった。なんとか104で、最後が結構くれるはずなんだよね。ラミーちゃんがみなぎる活力、強振動、街道、これを全部取っていかなきゃいけないかな。36000点、まあ大体35000
以上っていう感じかな。大体のポイントとしては回答を思う。ちょっと待ってね、瓶酒を使わないやつをとりあえず回収していこう。奪三振、強打者、ストライク、ジャストヒット、ミナカツ、縛り、あ、縛りは欲しいよね。どっちだこれ。技術使わない方がいいからな。いやー、でも筋力か。制圧連続で、あとは打球反応を取って牽制はちょっと取れないっていう状況か。で、そこから技術があんまりないのか。精神をとりあえず使い果たしての集客をしての余ってんな。筋力と変化球が両方余ってんな。筋力と変化球海岸に使うか。じゃあこの余り方だったらちょっと海岸させるべきだよね。300ぶっこんでいい気がするんだよな。これでどうだ。完全制圧。ちょっと精神使いたくないんだけどな。なるべく筋力を使うやつがいいな。怪物球威、あ、いいんじゃない、これで。妥協しよう。2回目だし、3回目でわけのわかんない金徳が来るよりはまあマシだな。で、これだと拡張して、はい。で、まだ精神使い切るでしょ。でも300、300余んのか。人気者になろう。あと弾道でも上げとくか。はい。ちょっと変化球が余っちゃったっていう感じかな。あー、PFQ 欲しいな。 PE に行けそうだ。まだ投手 PE 作ったことないんだよな。とりあえず名前だけ決めておこう。 PFQ の先発。ということで完成ですと。あー、でもまあまあまあ、もうちょっと足らんかったか。というわけで、まあ、二次徳がうまくはまってくれればもしかしたらいったかなっていう感じ。あの海岸で、まあ、どうしてもね、経験って余っちゃうからね、その偏っちゃうんで海岸に使わざるを得ないっていう状況になっちゃうんだよね。だからそこら辺もうちょっとうまく効率よく経験点をさばけるようになればもっといい選手ができるのかなというところになります。というわけで、一応目標は PE 投手が作れればいいかなという感じになってます。まあ、あの思考のスターターですね、ちょっとつけて先発投手を入れ替えていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。